皆さんこんにちは。今回は冷凍庫 PC の検証2つ目の後半、台直の話です。まず検証として台直を行う理由についてです。これまでの動作確認で冷凍庫を稼働させた時に、冷凍庫内の空気を常温で20度 C とかだったのをマイナス10度 C、マイナス20度 C という具合に30度 C、40度 C 低下させたのに、CPU 温度はそこまで冷えない、だいたい10度 C くらいギャップができるという冷却性能の劣化が起きていました。なんで低温化すると冷却性能が劣化するんだろう？ということで前回から CPU 冷却に関わる部分を検証しています。前回パート15では空割りを行い CPU 内の熱媒体、正確にはヒートスプレッダという金属板と、主な発熱源の CPU 台、この間で熱を移動させる物体のことなんですが、これを元々塗布されていたものから市販の CPU グリス MX4 に塗り替えました。塗り替えたことで CPU 温度は20度 C 近く低下し、冷却性能を大幅に改善できました。ただ先ほどの低温化による冷却性能の劣化は残ったまま、冷却性能を示す熱抵抗という計算値で見ても、空割りの前後で冷却性能が大幅に改善しているのがわかりますが、低温化すると熱抵抗が増えていっちゃう、つまり冷却性能が劣化していくという傾向が出ています。ということはあの熱媒体は CPU 冷却にとって大きな抵抗だったのは確かだけど、温度によって性能が変わるようなものではない。じゃあ他のところに原因があるのかもということで、今回は台直、ヒートスプレッダの有無による影響を見ていきます。まあヒートスプレッダはただの金属板でしょうし、冷凍庫で冷やしたくらいで大きな変化はしないと思うんですが、空割りの時のように冷却性能の底上げが期待できます。という思いで始めた台直。早速ですが実施した結果を話します。結論から話すと検証や冷却性能の改善の前に、正常に台直ができませんでした。3回台直に挑戦、そして調整を繰り返し、マザーボードのコンデンサと水枕の金具が当たるから削ったりして、見た感じ、触った感じがたつきなく安定して設置できたと思ったのですが、いずれもダメでした。すべて前回の空割り時の結果、ヒートスプレッダがあった時の結果よりも悪くなりました。私としては予想外だったのですが、一応この原因の目星がついています。CPU 台と水枕がうまく面接触できていなかった、案の定みたいな接触不良です。CPU 台と水枕が接触する前に、とある部品が水枕と当たってしまい、CPU 台の熱をうまく移動させることができていなかったようです。で、そのとある部品というのがマザーボードについている CPU ソケットの枠、その核部分が硬かったようです。精密部品には良くないやり方ですが、ティッシュを使って水枕と CPU 台の接触具合を確認してみたら、ソケットの枠の四隅の部分に潰れた跡ができていました。ティッシュが潰れたということは部品同士が接触していたことになります。ということはこの CPU、マザーボード、水枕を使って台直を正常に行うためには、水枕の受熱面を削る？それとも CPU ソケットを削る？どっちも面倒なことになりそうなんで検証はここで打ち切りました。今回の検証は冷却性能の改善や劣化の原因を探るという目的で始めましたが、台直を正常に行うには CPU ソケットなどの部品の寸法や位置も確認しなきゃいけないということが知れたという、失敗を経験する結果になりました。今回うまくできなかった台直も、いずれ別の形で関与する予定なので、その時の制作に活かしていくつもりです。今回の紹介はこんな感じのことを話していきます。では詳細を見ていきましょう。台直ということでまずはマザーボード備え付けの CPU を固定するマウントパーツを外します。パーツはトルクスネジで止まっていますが、今回用意した台直キットに工具が同封されていたので問題なく外せます。CPU ソケットだけになるとだいぶさっぱりした印象です。じゃあ CPU をつけます。CPU は台直するのでヒートスプレッダを外しています。この CPU 台と呼ばれる四角い素子が CPU の主な発熱源で、普段ならヒートスプレッダが台の上にありましたが、台直では CPU クーラーを直接設置して熱の移動をスムーズにしようって感じです。次に CPU を固定するための台直用のマウントパーツを取り付けます。一応このマウントパーツがなくても CPU クーラーは取り付けられると思います。ですがマウントパーツがないとおそらく外すときに CPU クーラーと一緒に CPU が外れることになるんで、どうなんでしょう。CPU ソケットのピンが曲がる的な面倒なことが起きるんですかね。まあ固定しておいて悪いことはないでしょう。無難に行きましょう。じ
ゃあ次の作業に移りましょう。 CPU 台に MX4 を塗っていきます。前回パート15のカラワリ時に話したかもしれませんが、今回もあえて MX4 を使います。大直やカラワリするのならもっと熱伝導率の良いグリスとか液体金属を使った方がいいでしょうけど、次回の検証でそれらを比較するので、今回は MX4 のままにしてヒートスプレッタの有無の影響を見ます。あとは水冷 CPU クーラーの水枕をつけます。ちなみにこれが大直に挑戦した3回のうちの1回目です。1回目の時には何も考えずにポンと水枕をつけました。水枕もしっかりネジ止めできたし完成なんてのんきな感じ。この後面倒なことになっていきます。残りの水冷パーツもつけて冷凍庫の中に PC も設置して、動作確認スタート。 PC 起動です。あれ、ペンつかない。ああ、とうとう冷凍庫 PC で故障するパーツが出てきたかなんて思いながら、マザーボードの診断 LED によるとメモリの異常とのことなので、2枚差ししていたメモリを差し直したり1枚差しにしたりしてみました。1枚差しにすると PC が起動できました。片方のメモリが壊れちゃったのかな。まあ冷凍庫で冷やすなんてひどい使い方もしているし、低温それとも結露の影響でやられちゃったかなんて思っていましたが、故障じゃありませんでした。 CPU 温度 99.5°C じゃなくて 100°C、 ダメな激圧でした。しかも CPU に供給されるコア電圧も以前は 1.248V あったのが、今だと 1.008V です。どうやら CPU が冷やせずサーマルスロットリングが働いたのか、動作を抑制していたようです。CPU が冷やせていないということは水枕がうまく CPU 台に接触できていない、と考え設置状態を確認してみました。で、分かったのが水枕の金具とマザーボード上のコンデンサの接触です。ヒートスプレッタをなくしたことでヒートスプレッタの厚み分、水枕が CPU とマザーボードに近づき、これまでは当たらなかったコンデンサに干渉しちゃったようです。ポン付けではできなかったので一度取り外して水枕を加工することにしました。ここからが3回の挑戦したうちの2回目です。水枕の加工ということでコンデンサと接触していた金具を部分的に切り取りました。不幸中の幸いなのか、使っていない部分がコンデンサに接触していたので切り取っても特に支障ありません。付け直すと当たっていたコンデンサも避けられており、見た感じ傾きもなく、触った感じもガタつきもなく大丈夫そう。ということで改めて動作確認です。 PC の電源は普通につきました。というかメモリも2枚差しに戻しても動いてくれました。パーツの故障はまだ起きていないようです。なんだかんだで冷凍庫 PC も2年目に入っていたので、今後の制作でも壊れることがなければいいな。それはそうとして、 UEFI 上の CPU 温度を見てみると 45.5°C、 先ほどよりは室温に近くなりました。とはいえ 45.5°C 低くはなりましたが、なんとなく高いような。まあベンチマークで見ていきましょう。 VID も 1.008V から回復しています。先ほどメモリが1枚差しじゃないと起動できなかったのは、 CPU が高熱になって動作を抑制することになり、動作を抑制する一環として VID を落としたので、メモリの認識だか検出に不具合が出たみたいな感じなんでしょう。では動作確認をしていきましょう。これまでの動作確認と同様にベンチマークソフトはシネベンチの R20、 PC の動作状態をモニタリング記録するソフトはインテルエクストリームチューニングユーティリティ、PC 周りの空気の温度は温度計で計測、得られた CPU や空気の温度、消費電力の最大値を使って冷却性能を示す熱抵抗を算出。こんな感じで動作確認を実施、データ整理しました。とりあえず定格動作でポチッとスタート。開始直後の CPU 温度は 60°C くらいです。やっぱり高くない？前回の空割りではスタート 50°C 台だったような。結果はスコア2097ポイント、CPU 温度 70°C、熱抵抗 0.628。で、前回の結果はスコア2110ポイント、55°C、熱抵抗 0.397。悪くなっちゃった。というか、空割り前だったパート13、もともとの熱媒体が塗布されていた時の熱抵抗が 0.627 なので、このレベルで冷えていないようです。正直どういうこっちゃって困ってしまいました。問題らしい接触不良は見当たらないし、それとも大直でも冷却性能が劣化するパターンがある。この時には確かめる手段が思いつかなかったので、このまま動作確認を続けることにしました。
冷凍庫を起動して温度設定レベル1、庫内の空気温度はマイナス10度 C の低温環境下です。ここでも室温時と同じように動作確認をやっていきます。結果は2111ポイント、CPU 温度31度 C、熱抵抗 0.621。さすがは冷凍庫、よく冷えてるなぁなんて最初は思いましたが、空割りした時の結果が29度 C なので見たような数値になっていました。というか熱抵抗を見比べると、これまでにあった低温下による冷却性能の劣化、熱抵抗で言うと低温下で増加しちゃう変化がなくなっていました。この結果からだと大直が低温環境における冷却に有効で、ヒートスプレッダが劣化の原因になります。ですがこれまでの失態だったり、変化を見ていたらなんとなく疑いたくなりまして、普段ならこのままさらに冷やせる温度設定を試すところですが、室温環境に戻ってもう一度動作確認をやってみました。で、結果はスコア2112ポイント、CPU 温度61度 C、熱抵抗 0.542。さっきより良くなってる。原因はよくわかりませんが、温度を変えているうちに馴染んだのか、改善できたのか。これまたよくわからない変化が起きていたようです。これほどまでに大直って不安定なものなのかな、なんて思いながら、ここで2回目の挑戦は打ち切りました。というのも私の心情というか動画の裏話みたいになるんですが、この2回目の挑戦までが前回パート15投稿時、2020年のうちに分かっていたことです。本当はパート15で空割りと一緒に大直の効果も話すつもりでやっていたんです。ですが大直はこんなよくわからない結果になり、一方で空割りは良好な結果。これを一緒に話したらごちゃつきそうだし、空割りの成果が霞みそう、ということで別パートにしました。さらにその時期は冷凍庫 PC とは別テーマの動画を作っていたので、一旦大直は放置して改めて挑戦することにしました。そして年が明け2021年、大直の検証3回目を実施しました。ただもうお試し気分で動作確認中の映像も撮ってないので早速結果です。スコア2104ポイント、CPU 温度62度 C、熱抵抗 0.505 でした。CPU 温度が先ほどの61度 C より高いのに熱抵抗が 0.542 より低いのは、3回目実施時の環境温度が高かったからです。周りの空気が暖かいのに CPU 温度がそこまで高くないので、熱抵抗が低い、つまり冷却性能が良かったということです。ですがまた熱抵抗が変動しちゃいました。コロコロと変わっちゃうな。大直ってそんなに難しいものだったのか、なんて思っていた時に。そういえば接触状態を調べるもので圧力が加わると変色する感圧紙というのを思い出しました。あんな感じに CPU 台と水枕の設置状態を確認できないかなぁと考えまして、何か手頃に試せる方法はないものかと。ティッシュでいいか。ということで細かい繊維が飛散して本当は精密機器に良くないというティッシュを感じ圧紙の代用にしました。ティッシュじゃなくて絹ワイプとか繊維が出にくいものの方が良いんでしょうけど手元にありませんし。せめてキッチンペーパーの方が良いかなと思いましたが、ティッシュの方が潰れた跡が見やすい感じでした。それはそうと、まずはヒートスプレッダを使った時の設置状態を見ていきます。CPU 台とヒートスプレッダの間に小さく切ったティッシュを1枚挟んで、ヒートスプレッダと水枕の間にもティッシュを1枚挟んで、普段通り水枕を固定します。固定というかプレスしてこれでティッシュに跡をつけます。1分放置してティッシュの様子を見てみると、ヒートスプレッダと水枕の間のは、大して変化していませんが。CPU 台とヒートスプレッダのティッシュには CPU 台の形の跡がついています。映像だとわかりにくいかもしれませんが、実物は結構しっかりとわかりました。じゃあ大直はどうだったんだろうということで、ヒートスプレッダなしの CPU を大直用のマウントパーツで固定して、この上にティッシュを1枚、そして水枕を固定していきます。1分放置してティッシュの様子を見てみると、CPU 台の跡がなく、CPU ソケットの枠付近に跡がついていました。比べるとこんな感じ。ソケットの枠をなぞってみると、なんとなく核のあたりが出ているような気がします。まあ思い込みかもしれませんけど、いずれにしても現状の大直だと CPU 台と水枕は正常に接触できていないと判断しました。正常に大直を行うには2回目の挑戦で水枕の金具を加工したように、当たってしまっている受熱面をへこますように削るか、出っ張っている CPU ソケットを削るか、
まあ CPU ソケットを削るのは無謀として、受熱面を削るのは旋盤とか工作機を使いたい作業だと思うので、検証をここまでで打ち切りました。私としてはこの失敗の理由が知れただけでも満足だったので、今回の経験を今後の制作の糧にすることにしました。今回の失敗、というか接触不良はおそらくマザーボードや CPU、それに CPU クーラー。それぞれの型式やメーカーの違いで部品の構成や寸法が変わってきて、問題が起きるかどうか違ってくるんでしょう。もしかしてこの類の問題って大直をやってる人たちの中では常識的な話なんでしょうかね。このあたりから私があまり事前調査せずに挑戦しちゃっている感がにじみ出ていますが、ひとまず今後の制作で大直に関わることを予定しているので、ちょうどいい体験でした。次の制作の際には寸法に気をつけて二の舞にならないようにしましょう。多分ヒートスプレッダと同じサイズの受熱面にしておけば、正常に大直できるでしょうし。それでその制作の時に改めて大直の効果、ヒートスプレッダの有無の影響を見ようと思います。以上、検証にはならずにお試しに終わった大直の紹介でした。次回は検証の3つ目、CPU グリスに注目します。これまで使っていた CPU グリスはアークティック社製の MX4 ですが、これの製品情報に動作温度範囲が記載されておらず、他の製品だと記載があったという点から気になっていた部分です。MX4 と他2つの CPU グリスを比較してそれぞれの冷却性能の違いや、低温化による冷却性能の変化を検証します。比較対象はサーマルグリズリー社製の2製品、クマグリスことホニャララララと、クマメタルことフフフフフです。製品名が造語なのか読み方がわからないので、今後はクマグリス、クマメタルと呼称するつもりです。極冷でも安心というクマグリスと、常温環境なら最強格っぽいクマメタルが冷凍庫 PC だとどうなるか。どうせなんで普通に製品レビュー、プラス冷凍庫という変な環境での動作を紹介します。ちなみにこの動画の編集時点でもう検証は終えていて今回のような失敗はなかったので、安心しといてください。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。